今回は牛肉で作るお手軽な野菜炒めの作り方を紹介します。野菜炒めといえば普通は薄切り肉などを使うのが基本ですが、牛肉で作るのも美味しいですよ。つぶつぶのお肉が野菜としっかり絡んでご飯との相性もぴったりです。それでは作っていきましょう。材料は豚ひき肉 100g、 ピーマン1個分、人参の短冊切り 10g、 キャベツ 120g、 ニンニク生姜のみじん切りを各大さじ2分の1です。冷蔵庫に余った野菜などもお好みで用意してください。鍋に大さじ2の油を入れひき肉を炒めます。ひき肉は完全に色が変わるまでしっかりと炒めていきます。しっかりと炒めないと肉の臭みが残ったりするので注意しましょう。さらによく炒めることでひき肉から出てくる脂が旨味となり、それが野菜と絡まることで美味しくなります。このくらいしっかりと炒めることが大切です。豆板醤を小さじ1入れます。ニンニク生姜も入れます。ピーマンと人参も入れて炒めます。キャベツも入れます。野菜全体に油とひき肉を絡めていくようにして炒めます。紹興酒または酒大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。醤油大さじ 1.5 を同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは素を溶いたものを 50cc 入れます。砂糖小さじ1とお好みで味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。水溶き片栗粉を大さじ1くらい入れて一つにまとめます。最後に香り付けのごま油を入れ完成です。皿に盛り付けます。これでひき肉の野菜炒めの出来上がりです。今回は短時間でさっと作れるひき肉の野菜炒めの作り方を紹介しました。ご飯の上に乗せて食べるのも美味しいのでおすすめですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。